こぜや。やるんか。ここやな。負けぶれ。どこや。誰もおらんのかい。しゃあない。出直すか。こいつが牧村か。何がこたんで。どなたですか。あれ、お客様ですか。おかしいな。すみません、誰かいらっしゃってますか。なんやこいつ、目が。もうドア開けっぱなしで出かけちゃったのかしら。俺客よ、客よって。来てや。おい、ええから来てや。泥棒やったらとっくに逃げとるわ。落ち着けやな。どこにいたんですか。俺は今店に入ってきたとこや。
いきなりあんたがすごい勢いで突進してきたもんやから避けきれんかったんや。ビビったのは俺の方やで。でも今日の予約はもう入っていないはずです。そうなんか。いや、実はもう体がバラバラになりそうなくらい辛くてな。そしたら知り合いにこの店の店長の話聞いてな。なんやゴッドハンドっちゅう噂らしいやんか。せやから飛んできたっちゅうわけなんやけど。あ、おい、すみません、怖くて。すみません。ええんや。で、店長はおらんのか。今日は出かけて帰ってきません。すみません。なんで謝るんや。わかった、とにかく出直すわ。本当に本当にすみません。泣くなや。どこがお辛いんですか。え、さっき体がバラバラになりそうって。治療されるなら早く予約をされた方が。え、ああ、それはもうええんや。ほなまだな。やっぱり。やっぱり。タイマー！違う、言うとんやろが。ああ、ほら、わかった。お姉ちゃんにやってもらおうかな。な、それなら納得してもらえるか。相当辛かったんじゃないですか。あ、ああ、こんなに体を酷使されてるなんて。失礼ですが、お仕事は何をされてるんですか。仕事？俺は。俺はキャバレーのボーイや。そうなんですか。同業の方たくさんいらっしゃいますよ。やっぱり大変なお仕事みたいですね。この前もグランドって有名なお店の人が来て、支配人がむちゃくちゃばかりするから毎日すごい大変だってぼやいてました。ほう、誰や一体。よく貧乏暇なしって言いますけど、私は忙しい方がいろんなお客さんと知り合えるから全然苦にならないんですよね。私、お客さんから仕事のこととか街のこととか聞くのが好きなんです。お客さんが普段どんな仕事をしてて、それで体がこんな風に凝ってるんだなって。施術をしながら頭の中で想像したりするんです。ここの店長ってのはどないな人なんや。店長ですか。そうですね、なんか見た目は可愛らしいです。なんや、その見た目はっちゅうのは。まるで実はちゃうみたいやないか。だってあんなに優しい人他にいませんよ。そりゃ怒鳴ると怖いかもしれませんけど。その女や、暴力を振るうタイプとちゃうんか。暴力？確かに店長力は強いみたいですね。店長の指圧を受けてるお客さんはいつも悲鳴を上げてますよ。いや、そういう意味はのうてな。でもあんなに強く指圧してるのに
揉み返しが起こることが全然ないってすっごく評判なんですよ。ゴッドハンドっちゅうやつか。どうしてもお店に来られないって人のために出張訪問まですることもありますし、いつもお客さんの健康を第一に考えてるんです。整体師としてもそうですけど、人間としてとっても尊敬できる人ですよ。はあ。それに以前私も店長に救われたし。救われた？とにかく店長は全然怖くないですよ。人は見た目によらないってことで。私見たことないですけど。おいおい、さすがに笑えんで。ほな、姉ちゃんの話聞かせてくれや。なんや、趣味とかあるんか？そうですね、展示の本を読んだりもしますけど、ラジオを聞く方が好きかな。ラジオか。最近はテレビの方がええって思ってたけど、目見えへん人でも楽しめるっちゅんはラジオのええところやな。ええでも一方的に話を聞くより、こうしてお客さんと直接お話をする方が好きなんです。だから仕事が趣味みたいなものかもしれません。人と話すんが好き言うんやったら、あんたホステスなんか向いとるんとちゃうか？私がですか？さすがにそれは。あ、いやいや、ああいう店に来る男っちゅうのは誰かに自分の話がしたいんや。せやからホステスっちゅうのは何よりもまず聞き上手でなきゃあかん。そういうものなんですか？そんなもんや。その点姉ちゃんはいい線いっとると思うで。しかし仕事が好きか、そら羨ましいの。お仕事好きじゃないんですか？うん、まあ上司がちょっとな。そうなんですか。じゃあきっと私は上司に恵まれてるんですね。店長に出会えて私本当に助かったんです。店長のお店だったから今までやってこれたけど、他のお店だったらとても。お客さん、お客さん。なんや、寝てもうたんか？相当お疲れだったみたいですね。リンパも全然流れてなかったみたいですし、睡眠不足が続いていたんじゃないですか？ああ、
そうかもしれんな。じゃあ今度は仰向けになってもらえますか。ちょっと枕の準備しますね。ねえ、ったく何してんねん。俺は。いやー、参った参った。財布忘れたまま飯食うてもうたわ。また忘れ物ですか、店長。おお、先日中か。いらっしゃい。おお、こりゃお邪魔やったかな。この方、店長をご指名でいらっしゃったんですよ。お仕事が大変みたいで、体中カチカチで、私が無理言って施術させてもらったんです。ですよね。ああ、そうや。ほう、そない体痛めつける仕事っちゅうも興味ありますな。ハリーですか、それ。はあ、弟子に任せっきりやったら新規のお客さんに失礼やしな。オプションでハリー行っとこか思てな。え、本当ですか。お客さんラッキーですよ。店長、常連さん以外ハリ治療やってくれないんです。店長のハリ級だったらお客さんの凝りも良くなるかもしれない。あれ、何の音だろう。ああ、あかん、大事なもん忘れたわ。ちょ、お前タバコ買うてこいや。私、春やるときわしがタバコで急に火つけるんは知っとるやろ。あ、早買うてきて。でも私だと時間かかりますよ。大丈夫や。それまでゆっくりこの客班のツボチェックせなあかんからな。じゃあ行ってきます。おう、気ぃつけてな。ふん、早うドス取ったらどうや、固めのあんちゃん。今日も慣れっこっちゅうわけが。木村誠さんよ。そんな前どこで聞いたんや。どこもかしこもあるかい。テレクラで引っ掛けた女つこうて派手なリサーチかましとりゃ名も売れるわ。ほう、いろいろ調べてきたようやな。なんや、ずいぶん余裕やな。近江の鉄砲玉がなんか知らんが、的の店で気抜いとるような土城の殺し相手ならなおさら。ん？悪いことは言わん。このままおとなしゅう帰れば見逃してるで。ふん、引く気はないか。ならゴッドハンドの大サービスや。行くでー。Wait.
ただの鉄砲玉やと思っとったが、一味ちゃうな。何もや、お前。こっちのセリフや。よっ。邪魔すんで。やっぱりチンケなチンビラかい。ちゃんとお仲間呼んどったっちゅうわけか。なおか、お前の仲間とちゃうんか。なんやと。取り込み中すんまへんな。あんたが店長のリー・ウェンハイやな。牧村誠はどこや。え、リーやと。何言うてんねん。わしが牧村誠や。ああ。何しょうもない嘘ついとんねん。今までそれで乗り切ってきたんかもしれんが、うちらには通用せんで。何やと。あ、せやったら。はい、店長、買ってきましたよ。あれ、店長。まこと、なんやと。おお、ええタイミングや。おかえり、牧村誠ちゃん。お客さんですか。おい、さっさと連れてけや。逃げろ、誠。ええから逃げろ。なんだの、店長、店長どこ。牧村、この子が。邪魔すんな、おっさん。おら、おさっとすんな。はい。ああ、何するの。おら、さっさと連れてけ。くせえ、なんやこりゃ。おっと、兄ちゃん、どこ行く気や。ほんまに、あの子が牧村誠なんか。ああ、それがどないした。中華はあれ、何もやね。あの女は俺の獲物や。お前らの勝手にされたら困んねえ。そらこっちのセリフや、ボケ。前、あんたも死んどき。逃がしたってくれ。な、何やと。あんたしか頼れんのや。あよ、あよ、いかんかい。余計な邪魔しよって。なんなんや、この状況は。死体の処理が邪魔くさいけどしゃあない。二人ともそのまま蒼天堀に流したら。覚悟できとんな、兄ちゃん。お、やったれ。Thank you.
追いついたで。なんやわれ、邪魔すんなや。どこのヤクザか知らへんけど、こっちもその女渡すわけにはいかへんのや。返してもらうで。くそー、構えん、ぶっ殺したれや。立てるか。その声、さっきのお客さんですか？あの、一体何がどうなって。クソが、その女は渡さへんで。すぐに仲間が駆けつける。しつこいな。説明後や。とにかくここを離れるで。何？静かにせ。あ、兄貴！くそ、どないなっとんねん。兄貴、大丈夫でっか？おい、女はまだ近くにおるはずや。すぐに探すで。応援呼ばんかい。はい。厄介なことになったね。よし、行くで。行くで、ついてこいや。はい。行くで。こっちへ。無事なの。今は自分の身を心配す。どうしたの？ちょっと待っとれ。
誰なんです？後でゆっくり説明したる。ちょ待っとれ。黙っとる。行くぜ、ついてこいや。はい。どこらにおるはずや。行くぜ、ついてこいや。はい。こっちやで。危ないから後ろにおれ。分かった。まあ金払うとけば文句ないやねえ、まあ、ちょっとどこまで走るの。もうすぐや。喋っとると下噛んで。こっちや。
ちょっと。こいつら倒さな先へは行かれへんか。そんなら片っ端から相手したるまで。遠くへ逃げなあかん。もたもたしてる暇はないで。行くで、ついてこい。行くで。もう大丈夫なの？せや。あのアマどこ行ったんや。よし行くで。あかん。こっちや。階段降りるで。え？階段？ちょっと待って。んな余裕ないわ。しっかり捕まってろや。よし行くで。おい、危ないから後ろにおれ。うん、わかった。あとはここを突っ切れば奴らを振り切れるはずや。手こずらせてくれたな兄さん。誠ちゃん渡してもらおうか。くそ、しつこいやっちゃな。お前はここでじっとしとけ。まことちゃん、先逃がしてもええで。どうせ一人やったら遠くまで行かれへん。すぐに追いつけるんやからな。その代わり、ここでお前を確実にぶっ殺す。それからゆっくりとまことちゃん捕まえて、連れて行かせてもらう。お前ら何も言え。なんであの女狙うとる。お前そんなこと知らんと あの女をどうこうしようとしてたんか。何やと。お前は何も分かっとらん。あの女の価値を
とんだ間抜けや。お前は自分が何に足を突っ込んでんのか分かって。おい、どういうことや。くっそ、ここまで来たら大丈夫やろ。お前大丈夫か。おい、何を。大丈夫や。もう大丈夫や。店長は。心配すんな。奴も逃げた。すぐに会えるはずや。本当に。ああ。どうして。こんなことに。始まりはアジア最大の歓楽街カムロ町で起きたある一件の殺しだった。その濡れ衣を着せられた道島組若衆桐生一馬は、育ての親でもある若頭の風間を守るべく決死の覚悟で組を抜ける。桐生をはめたのは風間に次ぐ組の幹部、道島組若頭補佐久世健能会会長久世大作。その最終的な狙いは空の一坪と呼ばれる土地にあった。巨大な利権の絡むカムロ町再開発計画にとって欠くことのできない空の一坪。そのわずかな土地をめぐる極道たちの熾烈な争奪戦に、ある一人の男が桐生を巻き込んでいく。橘不動産社長橘鉄。その背後に隠された風間の意志が桐生の運命を
大きく変えようとしていた。それで結局立花不動産と手を組んだってことか。ああ、とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ、そんじゃ極道からの華麗なる転身ってとこか。まあそこも堅気には思えねえけど。なあ、そうだ。となるとお前の殺しの濡れ衣を晴らす件は立花不動産が手を貸してくれんのか。ああ、立花はもう方々から情報を集め出してる。立花不動産の情報網を使ってな。期待できそうか。多分な。ただ立花が掴んだ話じゃ、札の方でももう俺のこと嗅ぎつけてるらしい。殻の一粒の死体から俺の指紋が出てる。おい、それじゃお前すぐ札に手配されちまうんじゃねえか。いや、それについちゃ立花が札に鼻薬効かせてる。完全に捜査止めるのは無理としても、いくらか遅らせることはできるって話だ。それでも真犯人を見つけない限りはいずれ札に追われる。俺が町を自由に動き回れんのはもってあと3日ってとこだ。なるほど。でもやっぱり立花ってのは結構な力持ってんな。札にも太いコネがあるってわけだ。そうらしいな。その件についてとりあえず連中に任せるしかねえか。でお前は今何してんだよ。だから不動産屋の仕事だ。は？殻の一粒の持ち主がはっきり見つかるまでの間だけどな。もう一息ってとこまで来てるらしいが、それまでは不動産屋の普段の仕事を手伝えって言われてんだ。仕方ね。お前が堅気の仕事するって？ああ、小田っていう立花不動産の幹部が俺の教育係にいてな。そいつとこの後キッスアルプスって店で待ち合わせた。だがその前に俺のこの服を何とかしなくちゃならなくてよ。服？極道丸出しじゃ仕事に何年だと。真っ当な肩着に見える服を仕立ててこいとさ。ああ、お前もしかしてそれで俺のことを呼び出したのか。服についちゃお前に聞くのが一番だ。お前なら真っ当な肩着の服見立ててくれるかと思ってな。人を見る目があるぜお前。わかった、任せとけ。安心しろ、そんなに期待しちゃいない。ただ俺が選ぶよりはいくらかマシだろ。お前なあ、それが人に物頼む態度か。待ち合わせまで時間どれぐらいあるんだ。そんなにはないな。できればカムロ町で買い物を済ませたい。それじゃあんまり選択肢はないな。この近くでビジネス用の服売ってる店っつったら中道通り裏のメンズスーツか。中道通り裏？そんなとこに服売ってる店なんてあったか。新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。高級ブランドなんかは置いてねえが、まあとりあえずの間に合わせにはちょうどいいだろう。
贅沢は言わねえさ。それじゃ行くか。それにしてもおめえ、俺に服の見立て頼むってことはセンスねえって自覚があったんだな。余計なお世話だ。ほら別に無難に済ませてだけだよ。お前も適当にやってくれりゃいい。何言ってんだ。俺がやるからには手は抜かねえよ。きっちり気合の入った仇に仕立ててやるって。いや普通でいいって言ってんだろう。まあ任せておけ。そういやおめえ、ガキの頃からなんか親父っぽい服着てたよな。そうだったか。ああ、たまに好きな服選べるって時もよりによってそれ買って服ばっか手に取ってた。地味っていうのとも違う。よくわからん柄の入ったシャツとかよ。さあな、忘れたよ。でもよくそんなことを覚えてるな。今だから言うけどよ、俺はおめえみてえな服だけは選ばねえようにと思ってファッションに目覚めたんだよ。おい、そこまでひどかなかったろ。一丁前に傷ついたか。でもまあ今回は俺がついてんだ。大事な兄弟を悪いようにはしねえよ。よろしく頼む。任せとけって。